もう完全ゴルフじゃないですよ。ゴルフ深田さんとかゴルフだったんですよ。一応 顔出してきます師匠だ師匠だから次の師匠と言ってるってことで取れ高取らないといけない。そうそう取れ高必要だからめちゃめちゃ美味しそうですね。美味しいですよこれ。お疲れ様です。いやー昨日は飲みましたよ。いや本当に異常に早いペースで飲みましたね。さっきご覧いただいた店、竹野屋っていう有名な店なんですけど、その鳥川で、福岡鳥川ですからね、有名なのがその店なんですけど、大体ですね普通に飲んで食べて 3,4 千円なんですよ。昨日はですね一人当たりですね8000円でしたね。8000円、異常ですね。もう全部酒代ですね。そんなにガンガン食べるわけじゃないので結局全部お酒代っていうことなんですよね。それで結局ですねその後コーヒー行ったり、あと交通費考えたらやっぱり一撃1万ぐらいかかりましたね。いやーいいのかなっていう感じですよね。だって無職ですよ。無職。やばいっすよね。最近なんか本当に思うんですよ。まあ、付き合いだから、全然いいとは思ってるんですけれども、まあ、友人は大切ですからね。ただ、私の最近のお金の使い方がですね、なんか、すごくお金があるような人の使い方になってんですよね。これはですね、間違いなく、私のこの計画してる60歳くらいまでの人生、どん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 破綻を短くしてますよね。これ、ちょっとまずいなっていうふうには正直思ってるんですよ。これ、働いてたらいいんですよ。働いてて、例えば月に10万でも収入があればいいんですけど、まあ先月の収入は4500円ぐらいですからね。まあ YouTube 収益入れたら、まあそれなりにプラスされますけれども、まあ大した額じゃないですからね。だからそれを考えてもですね、ちょっと考えないとなと思うんですよね。で、考えなきゃなと思いながらも明日、みんなで健康ランドみたいなスパみたいなとこ行くんですよね。スーパー銭湯ってあるじゃないですか。なんか宗像に山翼っていう山翼かなっていうところがあって結構いいらしいんですよね。それで行こうっていう話になって、まあ男性4人と女性2人で6人で行くんですよね。結構な人数ですよね。6人で行ってお風呂入って、多分お昼ご飯でも食べて、それでまあ私コストコ寄って帰ろうとは思ってるんですけれども、まあコストコ寄って1日が終わるっていう感じですよね。ただそれで終わらないんですよね。私、あさってから熊本旅行なんですよ。で、これ、モニターツアーっていうのに当選しまして、それで、まあこれ、誰でも通るんですよ。天草のモニターツアーって今検索してもらったらわかるんですけれども、1日1組にはなってるんですけれども、平日は誰も申し込み者いないはずなんですよ。だから必然的に通って、それただこれもですね、その通ったからどれぐらいプラスなのかって言ったら、ただで旅行行けるわけじゃないんですよね。キャンピングカーで行くんですけど、その RV パークの3000円分と、あと温泉代と1食分がただになるぐらいで、結局熊本結構遠いんですよ。高速で行かないとダメだから。で、ガソリンとか色々考えても持ち出しが3万以上するんですよね。だからこういう使い方してたらですね、本当にこれ破綻見えてるぞと思いますね。で、これはですね、早期退職者あるあるだと思うんですよ。これ本当に。私はそう思ってるんですけれども、普通に働いてて定年退職で60ぐらいでまとまったお金もらうじゃないですか。で、私の場合はもうすでに、前払いみたいな感じでもらってるんですよ。早期退職だから。だからちょっと勘違いしてんですよね。ここのお金があるから大丈夫だって。で、今、こう、口座見ても、あ、それなりにあるから大丈夫だって、これ大きな勘違いをしちゃってるんですよね。これ、早期退職あるあるだと思うんですけれどもね、私だけですかね。まあでも、いずれにしても考えないとダメですよね。ただ、私のポリシーとして、
人との付き合いのお金はどん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 使っていこうとは思ってるんですよ。あの、友人っていうのはすごく大切ですから。で、私の問題はですね、使うところがちょっとダメすぎるんですよね。あの、普通の人と違いすぎるんですよね。で、例えばですね、これ動画、私の動画ずっと見られてる方、お分かりと思うんですけど、同じ服ばっか着てますよね。まあ、洗濯はしてますよ。洗濯は。なんか同じパターンで、なんか5パターンぐらいで繰り返してんですよ、毎日毎日。あの、服は実はあるんですよ。だからめんどくさいから、同じ服ばっかり着てるわけなんですけれども、これ昔の服ですから、ギャップなんですよね、ギャップとか。要はもう安っぽいブランドのものばっかり着てんですよね。で、これはですね、ちょっと身内に言われたことあるんですよ。もういい歳なんだからって、もう50代ですからね、なんか、ギャップとかナイキとか、そういった、なんか子供でも着るような服じゃなくて、ちゃんとしたものを身につけたらっていうふうに言われるんですよね。服に関しては。やっぱり、まあこれからどういう出会いあるかもわかりませんし、やっぱり人って外見も大切じゃないですか、それなりに。だから、きちっとしたものを常に身につけておくっていうのも、気持ちの面でもプラスになるので、そういったところにお金使うべきだなとは思うんですよね、最近は。で、よくですね、お金持ちの人が、服を選ぶから、選ぶのに時間がもったいないから、だから同じ服着るんだよって言うじゃないですか。結構のお金持ちとか、頭のいい人が。私の場合違うんですよね。めんどくさいだけなんですよね。それで、買おうっていう意欲が起きないだけで、で、時間を短くするために、短縮するためにとか、時間がもったいないから、こう、同じ服を着てるっていうわけじゃないんですよね。だから、ちょっと本当に考えないとダメですね。あと、靴もそうなんですよ。私、サイズが29センチで、28.5 か29センチで、それで、この前アウトレット行っても、サイズがなかったんですよ、ぴったし余るのが。足の長さは入っても、この横幅が結構私あって、痛くて全部29センチの靴が、ね、買わなかったんですけれども、ちょっとですね、そこら辺も問題なんですよね。私の靴、まあ、ちょっと汚いですけど、こういう靴、これ大好きなんですよ。ナイキのこの靴が大好きで、ずっと履いてるんですけれども、ここを見てください、ここ。なんかもう破れてるんですよね。今時こんな靴履いてる人って、破れたこういう靴を履いてる人って、そんなにいないと思うんですよね、今ね。私これずっと履いてますからね。気に入ったものをずっと履いちゃうので、ただ、やっぱりこういうのもですね、外見の一つなので、特に靴はきちっとしろってサラリーマン時代も言われましたよね。革靴なんかきちっとしとかないと足元見るぞって。だから、そういうのも考えてもですね、人としてきちっとしないとダメだなとは思いますね。いくら無職でも、やっぱりそこら辺の意識を持っとかないと、ちょっとどん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 落ちていく一方ですからね。それ思います。あとこれです、これ。このカバンも、もう5年以上使ってんですよ。で、実はですね、まあ、これコーチのやつなんですけど、ここがですね、もう取れてんですよね、革。ここに革がついてて、こう開けるのに便利だったんですけれども、取れちゃって、すごい不便なんですよ、これ。これ、この前まではここに輪ゴムつけてたんですよ、こうやって。ええ。でもさすがに輪ゴムやりすぎだろうと思って、もうこれないままにしてるんですけれども、こういう革を。ただこれもですね、変な話、こう、頻繁に飲みに行くんだったら、これ買えるんですよ。買えばいいんですよね。だから優先順位をですね、要はプライオリティって言いますけれども、私、間違ってますね。お金の使い方の、優先順位が。なんか知らないけど、そのあたりを、今日、すごく感じましたね。友人と飲みに行ったりするのはいいんですけど、実はそれ以外にも結構使ってんですよ。まあ、すごくくだらないところに。だからそこら辺を削って、ちょっと服とか、まあ服はいいか。面倒だから。まあこういうのはですね、ちょっと買わないとなと思いますね。やっぱり不便だし、なんか貧乏くさいですよね。まあ人を、まあ見た目あんま気にしないってもそれなりに気にしないとダメですよね。で、これ最後ですけれども、今、知り合いの子供が、ジュノンボーイに
応募していいところまで行ってんですよ。だから私これ応援で雑誌買ったんですよね。でこれ検証ハガキみたいなのがついてて、でこのハガキにその応援してる子の番号を書いて送るっていうものなんですよ。それで応援しようと思って買ったんですけれども、何冊買ったか分かりますか？ここら辺がですね、やっぱバカだなと思うんですよね。一冊でしょ？いきますよ。二冊。三冊。これ一冊850円ですからね。四冊。はい、いきます。五冊。はい、いきますよ。六冊。はい、七冊。八冊。いやー8冊ですよって思うでしょう。じゃないんですよね。9&10 8500円出してるんですよね。これもどうかと思いますよね。私一人の力で変わるわけじゃないんですけど、だからまあこれは友人というか、まあ知り合いの子供のためだと思って、こういう出費は悪い出費ではないとは思うんですよ。確かに悪い出費ではないと思うんですけれども、やっぱりこういうのがですね、ちょこ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 積み重なったら大きいですよね。でこういう雑誌だけじゃなくていろいろ実はあるんですよね。動画で言えないような付き合いも、変な付き合いじゃないですよ、犯罪は犯しませんから私は絶対、で変なところでお金を使ったりしてるんで、ちょっとですね、最近毎月の収支報告してないんで、私実際どれぐらい使ったかって大体しか分かってないんですよ。ペイペイの額とか、あと口座引き落とし、口座がどれぐらいなくなってるかぐらいしか見てないので、ちょっとこのあたりはですね、改めて見ないとダメだなと思いましたね。いやー、早期退職あるあるって言ったら、早期退職してきちっと計画して生活してる方には申し訳なくて怒られると思うんですよね。ただ本当に思いました。これは早期退職の人は本当に私みたいになっちゃダメだなっていう風なのはちょっと感じましたね。本来無職だったら旅行行きますなんか論外ですよね。働いてアルバイトして旅行行くっていうのが当たり前なんで、なんかそこら辺もちょっと考えないとなとは思いますね。まあいつも思ってるんですけどね、まあでもアルバイトを決めたら多分ずっとやると思うんで、まあそのあたりはちょっとアルバイトの方を早めに探すっていうのに本当に動こうとは思います。まあ本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。じゃあすいません、失礼します。